オックスフォードヒカは、レイフ・ボーン・ウィリアムズが1947年から1949年にかけて作曲した、語り手と小規模な混声合唱、小規模な還元楽のための楽曲。曲には、マシュー・アーノルドの詩から2編、ザ・スカラー・ジップシート、サイアシスの一部分が用いられている。初演は、詩的に行われたが、公開での初演は1952年6月に、 オックスフォードでテノールのスチュアート・ウィルソンの語りバーナード・ローズの指揮で行われた。ボーン・ウィリアムズは生涯アーノルドのザ・スカラー・ジープシーを元にしたオペラを制作したいと希望していた。1901年にはスケッチを作成したがこれが後の作品へと繋がっていくことになる。彼が採用した冬代わりな点として死を語り手に語らせる一方で 合唱はほとんど歌詞がないまま歌うという形式が挙げられる。ただし時折、合唱が語りにこうしてその詩の内容の一部を否定する場面が見られる。ボーン・ウィリアムズは普段階級の思いに沈むような音楽を書かなかったが、この曲の題材ではそのような方向性を取る必要が出てきた。曲はやや定年へと近づいており、最後を受け入れようとする姿勢さえ伺わせる。 全体としては、アーノルドのいた時代と土地を慈しみ静かに、考え込みながら解雇する楽曲である。ヒュー・オット・ウェイはこの作品が事実上、田園風であると分類した。ピーター・パイリーはこの曲が、作曲者の友人で同輩のグスターブ・ホルストへの、オマージュなのではないかと仮説を立て、美意識の面では、ボーン・ウィリアムズの、野の花に近いと指摘した。約20から25分出展。 ありがとうございます。